させていただきます。第1部は川口市男女共同参画ワークライフバランス部会の宮田優子さんを紹介いたします。宮田さん、よくいらっしゃいました。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。実は宮田さんとルルとの、あの出会いっていうのがね、はい、あの川口市でやってた男女共同参画の、ね、はい、フォーラムというね、イベントで、そうなんです。そうなんです。出会ったのは6年前ぐらいでしたっけ。そうですね、娘がまだ生まれて、はい、4ヶ月ぐらいかな、うん、赤ちゃんだったんですよ ね、 そ, うですね、うん、それで出会ったから今このワークライフバランスの方に入られたんですか。そんなわけじゃないの。そういうわけでもない。偶然その時にね、たまたま私が占った想定。たまたま、え、何やってたの、はい、うん、だからメンバーさんが足りなくて、きっと私が、そうなんだ、うん、補足かなんかで入ったみたいで、それで、うん、直接お会いしてるっていう状況から、はい、うん、出会いはね、6年前からっていう、ね、状況だったんですね。そうなんです。でその時に、はい、あ、娘が、うん、あの4月から保育園に入ることになっていて、うん、でイベントは2月なんですよね、毎年ね、うん、はい、そうですね。で保育園決まってたんだけれども、うん、まだ首も座ったばっかりの子供を預けて、うん、復職していいのかどうかっていうことで不安に思っていて、うん、あのちょうどねタロットの占いをやってたので、はい、あの両立についてちょっと占ってもらったっていうのがね、うん、最初のきっかけ、ね、で私は両立がいいよって言っちゃったんですね。そうなんです、その時。そうだ、いやすごい。その時ほら旦那さんっていうかね、イクメンの星でね、旦那さんが、うん、受賞されてたんですよね。その時はされてない。あのそうです、うん、そのフェスタを知って、うん、でも毎年あのイクメンフォトコンテストに応募してたんです、はい、うん、はい、ねえ、いつもなんか受賞されてたって記憶が私の中にあって。そうですね、割と毎年、うん、ね、受賞して、受賞してて何回も受賞、うん、ね、毎年お会いして、ね、素敵な家族なんですわ、はい、実は私もこのライフワーク、ライフワークライフバランス部会にいたんですよ。そうなんですね。多分だからちょっとすれ違いで、すれ違いで入れたと思うんですよ。はい、で3年ぐらい前に入ってる、うん、そうですね、3年ぐらい前に生まれてる、はい、不思議な関係ですね。そう、不思議な関係です。でところでワークライフバランス部会っていうのはどういう内容なんでしょうか。あ、はい、はい、川口市 の、 あの男女共同参画を考える会っていうのが、まあ、あって、はい、公募による委員が活動してるんですけど、その中に2つ部会があって、1つは地域子育て部会で、1つはワークライフバランス部会っていうことで、あの働くことと、まあ、暮らしを両立させようっていうことを、はい、まあ、目的にしてセミナーやったり、あのしているんですよね。いや全くね、私ね、あの分かんなかったし、フォーラムね、男女参画フォーラム出てても、そういう活動されてる方々がいるのも知らなかったしで、まあこれでじゃあね、感じることができたお母さん方もいたでしょうからね。まあ男女共同参画自体もね、何をやってらっしゃるのかが申し訳ありません。もう一度説明をお願いしてよろしいですか。そうですね、男女共同参画っていうと、はい、ね、何残っちゃ分かんないと思うんですけど、はい、男性も女性も、うん、まあ、働いたり、うん、暮らしたりしやすい社会にしていこうねっていうことを目的に、はい、まあ、男性はね、どちらかと仕事メインなので、もうちょっと、はい、あの家庭生活だったりとか地域活動に、うん、あの参画した方がいいし、うん、女性も家庭中心の人が多いですけど、もうちょっと社会に出て働いたりとか、はい、まあ、地域活動をねされてる方多いですけど、っていうことでこう自分にとってベストなバランスを、うん、まあ、性別問わず、男だから仕事、女だから家庭じゃなくって、はい、仕事が好きだったら女の人も働いたらいいし、どちらかというともう、あの家庭とか、そちらの方が自分としては得意だという男性は、まあ、そちらをしているっていうことが、はい、堂々と言えるような社会の方がいいよねっていうことを、うん、はい、で、はい、
性別にとらわれず、はい、自分の個性とか能力を生かせるような生き方とか社会になっていけたらいいねっていうことをやっていたりします。今、はい、宮田さんもその仕事をしながらそちらのボランティアさんされてるんですが、こうなぜその参加されようと思ったんですか。私仕事でもこの男女共同参画っていう領域で働いてるんですよね。仕事と家庭の両立を支援したりとか、それで、あの地域でもちょっとそういった活動してみようかなと。さすがですね。ね、両立できるっていうこと自体もさすがなのにね。ね、でどうでしょう、お客さんの感想だとか、すごくね知らなかった人がこう入ってこれるっていう。そういう活動内容によって、そうですね、はい、あの部会で毎年恒例でキャリトモセミナーっていうのをやっていて、はい、まあ、復職しようかなっていうふうに思っている女性が、に対してこう両立の仕方みたいなのをこうお伝えしたりとか、あの働こうと思っている人同士でこう今思っていることを、はい、あの話し合うようなそんな会を、まあ、毎年部会で主催してやってるんですけど、はい、そこで話すと、あの悩んでるのは自分だけじゃなかったんだなとか、なんかこうやったら両立できるかなっていう方向が見つかったみたいな、あのご意見いただいたりすることもありますね。で私が担当したセミナーではマタニティハラスメント防止セミナーっていうのをやったりしたんですけど、あの妊娠出産期に、あの解雇されちゃったりとか、あのいじめられるようなあたりっていうことがあるじゃないですか、今の方には。で、あのそういったことを防止するために、あの例えば管理職の方に正しい知識を持ってもらうっていう会をやったり、まあ、あの当事者である女性側、子育てしながら働きたいな、これから妊娠をしながらでも両立したいなって考えてる人向けに、そういったハラスメントを受けないためにはどうしたらいいかとか、受けてしまった時はどういうふうに、あのどこに行って助けてもらえばいいのかとか、そんなことをお伝えするセミナーをやったりしたんですけど、会社員の人、あの企業向けにやった時の方が反響が大きくて、やっぱり女性には働いてほしいけど、どう扱ったらいいかわからないので、あの勉強になったということ、女性に活躍してもらうためにはこうどうしたらいいかっていう、まあ、あのことが分かってよかったですっていうような感想を、いただきました。ね、聞きたいけどもなかなか聞けないっていう人もね、いるでしょうからね。ありがたいですよね。はい、で今後 あのイベントなどの、ご紹介があったらお願いします。はい、ありがとうございます。4月の2日と10日に、あの両立デビューおしゃべり会っていうのを開催します。火曜日の9時半から12時ですね。午前中です。はい。で4月に保育園、4月から保育園に預けることが、まあ決まっている時期なの、決まっていると思うんですけれども、まあ、あのどうやったらあの両立できるのかなっていうことで、不安とか悩みある方がいらっしゃると思うので、そういった方向けにあの悩みをね共有し合ったりとか、あと両立するための情報提供をするようなあの会になっています。これ宮田さんがやる。そうですね。私が主催で、はい、部会のイベントなんですけれども、私が企画と運営を担当しております。はい、無料なので。ね、ぜひともね、はい、ご興味ある方行っていただきたいと思います。じゃあルジョハンゴーさんもぜひ行ってください。いやちょっと4月から保育園通うお母さんですからね。あ、そっかそっか、はい、でね、詳しいことを知りたい、お知りになりたい方はワークライフバランス部会のフェイスブックですね、はい、ご覧になっていただけたらと思います。はい、はい、あの本日は宮田優子さん、ご出演ありがとうございました。ありがとうございました。今後もよろしく。